こんにちは、吉谷さん。私は40歳から始めたネットビジネスで3年間で1億円以上稼いで、で、家を一括で買って、税金バシッと払って、で、借金を3000万以上バッと返して一発で、で、今、隠居暮らしをしています。で、隠居暮らしをして暇なんで、トランザム83年式フルコンプリートのナイトライダー仕様キットを買いまして、これがまたね、1000万近くしたんですよ。で、それでもやることないんで、隠居暮らしをして毎日 YouTube で暮らしてます。まさに悠々自適です。40歳までは一回も資金的にプラスになったことがなかったんですけども、それからなんと余裕の人生です。と聞いたら、2種類の反応があると思います。一つは、お前自慢かよ、いい気になんなよ、お前ふざけんなよ。金出せ。どうせ悪いことしてんだろ、人騙してんだろ、みたいな反応。もう一つは、すげえ、40歳からでもできるんだ。俺もなんかもう42、3歳なんだけども頑張れるかな、ちょっとなんかやる気出たわ。これ2種類あるんですよ。じゃあもしね、チャンスを見出して金持ちになれるとしたら、どっちの人だと思いますか？前者の方ですかね。人を妬んで、誰か人がうまくいったら悪いことをしたと決めつけて、この野郎とかね、金を出せとかって脅してきて、自慢だとか言ってね、卑下する人、こっちの人の方が幸せな人生を送れるでしょうか？もう1種類は、もう一つのね、パターンは、すごいですね、どうやってやるんですか、自分にもできますか、難しくないですか、どのぐらいやったらいいんですか、うわーみたいなね、共感してくださる方、ね、反感を持つ方、前者は、次は共感をする方、どっちが幸せに近く豊かで、もっといたらね、私と仲良くなれますかってことなんですよね。どっちですかね。私に対して反感を持つ人って私と仲良くなりますかね。私と共感する人は私と仲良くなりますかね。どっちですかね。で、私はね、やっぱり吉田さん言われたように、自慢ってちょっとしにくいんですよ。自慢はね、自慢はしにくいんだけども、だけどどう考えてもね、40歳過ぎてパソコンやったことない麻雀店の親父が、なんかネットビジネスでアフィリエイトうまくいって、 YouTube バンバン投稿して、で、なんかサイトをバシバシ1万個以上作ってね、で儲かっちゃったっつったら、羨ましいですよ。だって麻雀しかしてこなかったんですよ、ずっと10年間麻雀、毎日朝おはようございますって麻雀、12時間麻雀して、掃除して片付けして終わり、寝るだけ。たまにキャバクラ行って、わーって豪遊、金なくなった、7万使った、12万使った、女の子に振られた、そんな人生繰り返し繰り返し送ってて、金ねえよみたいなね、40歳前にして金ねえよって、借金すげえ金額だ、もうどうでもいいよみたいなね、多重債務者人から借りたお金も返せないというね。だって10万借りて毎日ね、1000円ずつ返してるわけですよ。で、1000円ずつ返す途中で、また5万貸してみたいな感じで、返してんのか借りに行ってるのかよく分かんないような状態ですよね。で、しまいにはね、1000円ずつ返していって、5万貸して10万貸してって追い銭すると、ちょっと返済が終わるまでもう追加で貸せないんだけどって言われたら、あ、じゃあ返済もやめるよって、だってお金返すのにお金がいるのになんで貸してくれないんだよみたいなね、むちゃくちゃな論理で、じゃあしょうがねえなみたいな感じで、さらに5万引っ張って、さらに10万引っ張ってみたいな感じで、ひどいもんですよね。こんな人間が誰からもね、共感されずに、まさに批判と反感の対象である私がですね、儲かっちゃったら、そりゃね、お金貸してた人は群がってきますよ、返せみたいな感じで、返しますみたいなね、片っ端から返して、銀行にも返して、ぐにゃぐにゃ金融機関にも返して、ブラック金融機関にも返してね、で、税金滞納してたやつ全部の督促状、おりゃ持ってきてろぼーみたいな感じでね、気持ちよかったな。あれほどですね、納税に前向きだった瞬間はないですね。どさ気持ちよかったですね。銀行の袋に入れた束、どさまたやりたい。まあでもね、どうなんですかね、今日の動画をまとめると、あのシェアっていうね、そのインターネット独特の文化が始まりました。で、反感っていうのは少なくともシェアとしてはあんまりいい使い方じゃないんじゃないかなと。こいつ腹立つよねってことをシェアして、みんなが腹立つというのがね、本当にいいのかなと。でも励みになりました、夢と希望が生まれましたって人がシェアされると、なんかその中で何人かはね、何人かはですよ、全員じゃないですよ、自分の夢をつかむ人が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。だって40からネットビジネスで一山当てたっていうことを聞いて、真に受けて本当にそうなっちゃう人が何人もいるわけですよ。だったら私は包み隠さず、たまにですけどね、
たまに言っといてよかったなと思います。こういう風になりましたってこと。そして何を使ったの？パソコンだけです。どんなスキルだったの？ YouTube だけです。どういう風にやったの？継続だけです。簡単ですよね。で、文句言う人に限ってやってないね。100個200個やって結果が出ませんって、それ出ません、桁2個違いますと。だからやったって言えるのは少なくとも1万歩歩いてからじゃないかなと思いますけどね。ということで、タイトルは自慢でございました。いってらっしゃい。